お時間になりましたのでセッションを始めたいと思います。新倉亮太様による、PHP で理解するニューラルネットワークを使った、機械学習です。新倉様よろしくお願いいたします。はい、ではこのような題目で私新倉が、発表させていただきます。お前誰よっていう話なんですけど、まあ、僕こんな感じの人間で、まあ、元々工事屋にいたんですけど、まあ、エンジニアに転身して、まあ、その後ずっと PHP でやってます。でまあ、最近よくコンテナの話ばっかしてるっていう感じの人ですね。まあ、たまにキータの記事で出てるので知ってる人は知ってるかもしれないです。で、まあ、早速なんですけど今回のテーマはニューラルネットワークを使った機械学習っていうのを PHP で実装しちゃったよっていう話ですね。で、まあ、お品書きですね。まあ、まずは講演の目的からいきます。まあ、そもそも PHP って、まあ、皆さん使ってると思うんですけどどんなものかっていうと、まあ、まず世界全世界のパブリックなウェブサイトの 80% 以上がなんか PHP で書かれてるわけですよね。で、ということは、全世界中でこうネットを通してやり取りされているデータの多くっていうのは PHP を介していると。で、しかもこれ Google 先生で検索すると出てくるんですけど、まあ、PHP エンジニアの人口ってなんか20万人超えるということらしいんですね。ってことは、まあ、PHP 界隈には大量のデータとそれを扱う大量のエンジニアを内包しているというわけで、これってすごく機械学習と親和性の高い領域だと思うんですよ。ただ、まあ、ちょっと実情としては、まあ、今回のジョインドインのプログラムを機械学習で検索すると、まあ、1個しかない、つまり私のネタしかないわけですね。であと、まあ、じゃあ他に機械学習のフレームワークどういうのがあるのかって見てみると大体 Python 製で、まあ、一応 PHP で TensorFlow を動かそうみたいなのもあるんですけどそれも完成しなくて、でさらに、まあ、機械学習の参入障壁っていうのが、まあ、結構高くて、まあ、Python で書かれてるから Python 分かんないし、まあ、なんか数学ガンガン出てきて数学分かんないし、まあ、数学分かんないし実装もなんかすごいいろんなところに隠されちゃっててどういうふうになってるか分からんっていうので、でそうするともうなんかよく分かんないブラックボックスが出てきて、まあ、分からないものを触るの怖いのでやろうと思えないというふうな状態になってるんじゃないかなと。で、それを踏まえて本講演の目的なんですけど、まあ、まず人工知能とか機械学習っていうのが何なのかっていうのを可能な限り分かりやすく平易な言葉で説明できるようにしたい。で、その上で、まあ、PHP でニューラルネットワークを使った機械学習っていうのを一から実装して、まあ、その考え方と挙動っていうのを理解してみようと。で、そうすると、まあ、機械学習で何ができるかっていうのが分かると思うので機械学習会話に大量の PHP が流入して、まあ、機械学習会話に激震が起こるというのを目的としていきたいと思います。というわけで、さっさと次行きましょう。人工知能と機械学習ですね。で、人工知能って何なのかっていうのを、まあ、ウィキペディアとかで調べると、まあ、人間のことを機械と同じようにやらせようという試みですよね。で、これ漂う万能感と未来感ですよね。でも考えてみると本当にそうなのかと。現実に作られているのって何らかの入力情報をもとになんか予測とか分類とかするだけの装置になってるわけですよ。つまり関数ですよね。で、まあ、じゃあ本当に関数なのかっていうと、じゃあ、まあ、よく聞くどっかで見たようなゲームの AI とか見てみると、まあ、なんか複数のパラメータがあって、まあ、そのパラメータをもとになんかこうアルゴリズムがあって、でそれをもとになんかこう何か行動とかもしくは何か値が選ばれるっていう、まあ、ただそれだけの動きになってるわけですね。まあ、これあのなんかどっかによくあるゲームの AI なんですけど、まあ、これも AI ですよね。で結局その AI の核っていうのは何らかのアルゴリズムなわけです。なんで、まあ、結局 AI ってただの関数だよっていうのをまず覚えておいていただきたいと。で次、機械学習ですね。これもなんかウィキペディアとかで調べると、まあ、機械が人間のように物事を学んでいき人工知能が成長することですよね。やっぱり万能感と未来感が漂ってるじゃないですか。でもさっき見ましたよね、人工知能ってただの関数じゃんと。ってことは、まあ、成長するとかなんとか言ってるけど結局関数が、関数を自動的になんか調節してるだけじゃないのかなと。じゃあ実際にこの機械学習ってどういうふうに行われてるかっていうのを実情を見てみると、まあ、こんな感じなんですね。基地のデータ群というのがまずあるわけですよ。なんか入力したらなんかある入力パラメータがあって、それに従ってなんかこう出力が出てくる、まあ、結果が出てくるっていうのが、まあ、いくつもあるわけですね。でそれをちゃんと再現できるようにその適当に作った関数があって、それにこの、まあ、データ群を投入して調節させるわけです。で調節してあげると今度は
その基地のデータ群を全部再現できるので、今度はその新しく入ってきた入力ってやつから多分この基地のデータ群と同じ法則を元にしてなんか出力が出せると。でこれがまあ機械学習の方法であって目的であるわけですね。つまり法則を発見するっていうことが機械学習の目的になってます。まあじゃあその話を理科の実験に例えてみるとすごく分かりやすいかと思うんですけど、まあ、例えばこんな実験データを用意するわけですね。でこんな実験データがあったとき我々はどうするかっていうと、まあ、こんな直線引くじゃないですか。でそうするとまあ35とかなったら、まあ、同じ35の点がまあ予測できるだろうと、なんかどこに点が打てるかっていうのが分かると。で一方でじゃあ機械学習的なアプローチだとまず、まあ、人工知能は初め何にも学習してないのでこんな感じで全然デタラメな線を引くわけですが、まあ、すでにもここにいっぱい基地のデータ群があるわけで、じゃあそれに従ってこうぐにゅっと得られたデータをもとにこう関数を調節してあげればいいと、まあ、これがいわゆる機械学習でやってることですね。っていうのでまあこんなん人間だってできるやんと思うかもしれないですけど、今の例ってすごくパラメータが少ないんで、まあ、普通にヒューリスティックにピアッと引けるんですけど、例えば機械学習でやる場合って大体パラメータ数がめちゃめちゃ多いんですね。多い、まあ、少ない場合でもなんか、まあ、2個3個とかあれば、まあ、最近だと Google さんとなんか1000万個とかよく分かんないレベルのパラメータ数を用意してあげて、でそれに従って出力を出すわけで、まあ、そんなのも人間が制御できるわけがないわけですね。なんでもう機械で自動的に、まあ、関数形を作ってもらって、まあ、もうその機械のブラックボックスの中で、まあ、完結した法則っていうのを作ってあげるとした方が、まあ、効率がいいという感じになるわけですね。でじゃあその中で出てくるニューラル点となったのかっていうと、まあ、今までの話からすると、まあ、人工知能につながる使われる関数なんですけど、まあ、自動調節とかいうのがやりやすい、まあ、それがまあニューラルネットだと思っていただければいいんじゃないかなと思います。基本的な構造はこんな風になってます。なんかインプットがあってそれをなんかいくつかの層で処理して最後にアウトプットを出すっていう、まあ、真ん中の層ブラックボックス化してしまえば、まあ、インプットに対してアウトプットが出るだけただの関数なんで、でその真ん中の層いくつかの層を使って、まあ、関数の自動調節ができるっていうのが、まあ、ニューラルネットの正体ですね。ということでここまでまとめていきます。まず人工知能というのは、まあ、要するにただの関数であると。で機械学習というのは、まあ、関数を、まあ、自動で調節する機能であると。で、まあ、ニューラルネットというのは、まあ、そのよく人工知能に使われる自動調節しやすい関数であると。で、まあ、ここが一番大事で、機械学習は何の目的のために行われるかというと、データをもとにして法則を発見することです。で、機械学習系をさっさと PHP で作っていくわけですが、まあ、実装の方針としては、まず PHP で書きましょうと。で、それから、まあ、要は何のために PHP で書くかっていうと、まあ、理解しやすいために書くわけですね。PHP で書いてあれば理解できるだろうという目論見のもと作るわけで、そうすると、まあ、外部ライブラリーっていうのは極力使いたくないわけですね。なので、外部ライブラリーは極力使わないという方針のもとでいきます。まあ、PHPML ってなると私知らなかったので、普通に入れてないだけなんですけど。で、それから、まあ、ちゃんと調節可能、要するに学習できる、まあ、関数を作らないといけないなという感じですね。で、まあ、さっきも出ましたけど、ニューラルネット作るのがまあ一番楽そうだったので、それ使っています。で、実際に、もう、実はこれ1年ぐらい前に作ったやつなんで、公開されてて、PHPNN で検索すると多分一番上に出てきますね。で、依存性、リクワイアのところ見てもらうと分かるんですが、コンポーザー JSON ですね。で、リクワイアのところ見てみると、このグイグイボーイのプログレスバーを出すライブラリーが、唯一依存性として入れられているだけで、残り全部自分で一つ、実装してます。で、まあ、本当はここから実際の実装を眺めてみようかなと思ったんですけど、まあ、この前、ちょっと先週、ちょっとリハやってみたときに、まあ、そんなの眺めてる余裕がないということになりまして、すみません、実装は、中の実装は、興味があったら見てください。
今回はどうやって使うかの部分を中心にちょっと見ていきます。で、まあ、PHPNN っていうのを、まあ、もう自分で自作したやつなんで、まあ、とりあえず使ってみようと。で、まあ、さっきも言ったように人工知能一種なんで、まあ、関数として使ってみましょう。で、まあ、まずこの new シンプルってやつですね。バンドルイコール new シンプル。これ、ニューラルネットの外枠を作ってる部分で。で、ここ、この add、add、add、add ってなんか何個か add を重ねてるんですけど、ここがそのね、さっき中間にある層を構成してるところですね。で、まあなんかレルーとかシグモイドとか、ハイパボリックタンジェントとかありますけど、まあこれはその層がどんな特徴を持ってるかを示してて、で一番初めのところにインプットディムとかあると思うんですけど、これは入力ですね。一番初めにどういう何個のパラメータを入力するかっていうのがこのインプットディムに入ってます。で最後 のハイパブリックタンジェントの括弧1っていうのがありますけど、この1っていう数字は、その層が出力する、パラメータの数ですね。なんで、この関数を見ると分かるのは、この関数全体はまず2個のパラメータを取って、まあ、1個のパラメータを出力するっていうのが分かります。で、まあ、これで構成できたんで、とりあえず標準入力が得られたパラメータっていうのをもとに、まあ、任意層の出力を出すっていう、まあ、ちょっと簡単なやつを作ってみますと。で、まあ、作ってみるとこんなふうになるわけですね。1、1、0って入れると、まあ、0入れると最後の層の値が出てくるんですけど、まあ、例えば1、1、1って入れるとこんなのが出てきたり、1、1、2とかやると、まあ、2個目の層が出てきたりします。で、さっき言いましたけど、今この状態の関数には何の意味もないです。なんせ学習1個もやってないんで、本当に適当にただ値が出てくるだけですね。なので、次に学習しようということですね。で、まず基地のデータセットっていうのをこんな風に持ってきます。まあ、このゲットトレーニングデータっていうのはなんか、トレーニングデータがどっかに置いてあって、それを取ってくるシーンですね。で、エポック、これ反復回数ですね。なんか、なぜエポックっていうのを使うか私はよくわからないんですけど、なんか機械学習の人たちはこのエポックっていうのを使いたがりますね。で、このエフェクトをですね、これよく学習率っていうふうに呼ぶんですけど、これ、機械学習でやるとき、まあ、要するに関数の自動調整するとき、内部のパラメータをいろいろと変動させるんですけど、その変動の幅を表してますね。で、この幅がでかすぎると一気に発散したりしますし、この幅がちっちゃいと全然学習、つまり、まあ、調節が進まなかったりします。なんで結構重要ですね。で、次。ここのフィットっていうところですね。ここはもうコアです。データセットを使ってネットワークを修正しているところですね。で、ちょっとまあバッチサイズっていうのは、何個ぐらいのデータを使って一回修正を行うかっていう、まあその数になってますね。で、最後に、学習した状態っていうのをファイルに保存するっていう、まあ、こんな感じですね。で、実際に学習を走らせるとこんなふうになります。このプログレスバーの部分だけが、私が実装してないところですね。他の部分は全部自分で実装しています。で、出力されたファイルはこんなよく分かんないやつができます。で、これ分かんないっちゃ分かんないんですけど、でもちょっとよく見るとこれ単純にシリアライズ化したオブジェクトの塊です。で、ちょっと一部拡大してみてみると、まあ、なんかこんな感じで、これ二次元の配列示、二次元というかまあ配列示してるんですけど、まあ、こんな感じでもう配列がもう大量にダーッとあるだけです。で、まあ、ここになんかいっぱい出てくるこの数値があって、この数値がまあどん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 調節されていくっていうのが、まあ、機械学習の新事情ですね。で、最後に使用法ですね。なんせもう学習して、まあ、いい感じの関数に調整したので、まあ、それを使いたいと。で、さっきセーブしたやつを普通にロードすればいいということですね。で、まあ、これ、さっきと同じように関数使っているところなんで、これは省略します。で、最後、まあ、じゃここまでやったんで、せっかく使い方分かったから、いろいろと学習系を動かしてみようというところいきます。で、まあ、機械学習をするときに大事なのはあって、まあ、機械学習の目的で詰まるところ、法則の発見なわけですね。で、まあ、何を入力にして何を出力にするかっていう問題設定がないと、そもそも機械学習って始まらないわけです。なんで、そもそもその問題設定と、まあ、それをもとに法則を発見したい、そのためのデータがある程度必要です。まあ、これデータセットって呼ばれるやつなんですけど、まあ、これがないと機械学習始められないです。で、まず問題設定1個目、領域判定問題っていう、まあ、これ私がよくやるやつなんですけど、
やってみましょう。これ座標を指定するわけですね。あの X 座標 Y 座標があって、でその座標がこの今ドーナツ状の領域にあるかないかっていうのを判定するっていう問題を考えています。で、まあ、入力としては、まあ、さっきあの一番初めに入力するか大事だって言ったんで、入力は XY 座標の値です。で出力どうしようかっていうところなんですけど、まあこの領域に入っていれば1で、まあ、そうでなければマイナス1っていう、まあ、その値を入れるってことを仮定します。でまあもう問題作っちゃったんで、あとっとと、関数を組んでみましょうと。まあ、これさっき見たのとほぼ同じですね。シンプルっていう形で、まず、外枠を作って、で4つぐらいアド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 で、まあ、層を組んであげて、でインプットディムで、まあ、2次元2個のパラメータだから 2かなと。で最後は1かマイナス1しか出さないんで、まあ、1次元のパラメータが出てくると。でまあ、ちょっとこれあの詳しく言うとあれなんで、あの省略しますけど、あのデータを用意してあげなきゃいけないです。でこれデータを用意しているところなんですけど、今このドーナツっていう関数がさっき の、 あの領域を判定しているところなんですが、今回は我々はその正解を知っているのでこのドーナツで適当に値が出せるわけですけど、本来あの実際に使うときはこの形は分からないと思ってください。で、まあ、このデータセットをもとに、まあ、関数を調節してあげて、まあ、今回ちょっとバッチサイズ16とかあとテストとかが追加されてるんですけど、まあ、これテストっていうのは、まあ、できた1回調節したときにできたその関数っていうのが、まあ、実際にうまくいってるのかどうかっていうのを試すための部分ですね。でまあ、ちょっとここで言ってるのはなんかめんどくさいことなんですけど、あのプラス1じゃないといけないとかマイナス1じゃないといけないとかだと結構厳しいので、とりあえず出てきた値がプラスだったらこいつは中に入ってると、その領域の中に入ってると判定してあげて、マイナスだったらそうじゃないというふうに判定してあげます。なんで正しいかどうかっていうのは、正しい値と、その機械学習を通して、機械学習というか人工知能を通して出てきた値をかけたときに、まあ、正の値になっていれば、まあ、正しいんだろうというふうな基準を設けてますね。で、まあ、実際に学習してあげると、まあ、的中率は良さげな感じです。 94.7% ですね。で、なんかあのロスって書いてあるやつは、誤差ってやつですね。実際の出力と、その人工知能が叩き出している出力がどれだけ違うかっていうのを表しているのがこの誤差、ロスってやつですね。まあ、少なくなってるんでいいんじゃないかなと。で実際にその領域内と判定している部分を図示させてみると、まあ、こんな風になって、ちょっと外周がいびつなんですけど、まあ、形はある程度表してくれてるのかなっていうのがあります。で領域判定問題だけだとつまんないので、もう一個、今度はちょっともう少し面白そうなやつですね。時系列データの予測ってものをやってみます。で今回の、テーマっていうのは、まあ、時系列で変化する値の予測問題っていうのは機械学習で解いてみると、で株価とか FX のチャート予測とかに、まあ、応用できるんじゃないかっていう、まあ、そういう夢を持ってますね。でこの予測問題どうやってやるかっていうと、まあ、直前の32個のデータを取り出してその次の10個のデータを予測してみる、まあ、そういう問題を作っています。そうすると、まあ、こんな感じで、まあ、なります。今日は32個の連続した系列データが入力になりまして、出力はその次の10個の系列データが出てくると、そういう形になりますね。でこれもさっきと全く同じやり方ですよね。まあ、ちょっとあの層の組み方が違うんですけど、まあ、やっぱりシンプルって形の、まあ、バンドル、あのニューラルネットワークの外形を作りまして、あとはアド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 で、まあ、層を積んでいき、で、まあ、インプットディム入力するパラメータ数は32個なんで、インプットディミングは32で、一番最後、まあ、10個の系列データを出したいので、出力層の最後は10としてあげてると。でこれがどんだけうまくいったか、ちょっとこれ恐ろしいほどうまくいったんで、あのちょっと気持ち悪かったんですけど、まあ、こんな感じですね。青が、実際の値で、赤が予測値になります。で、まあ、まとめという名のまとめじゃないんですけど、まとめていきます。
まず、今まで話した中で結局一応同じなのってなんか実はデータ設計だったよっていう話です。まあ、さっきの時系列データ、実はこれ株価チャートとかでもいいんですけど、株価のチャートだったとすると、実はこれ学習内容に2つのアプローチがあるわけですね。初めのやつ、まあ、一番上のやつはさっきやったその32個の系列データを使って新しい系列データを作る、要するに推測するものですね。で、それってただ単純にその形だけ見てやってる風に見えるじゃないですか。じゃあもう一つのアプローチは何なのかっていうと、例えばその会社の業績とか従業員数とかそこら辺の外部のパラメータを使って使うと、そのチャートを構築する、要するにその外部パラメータを入力としてあげて、そのチャート自体を、出力とすると、まあ、そういう問題を作ることもできるわけですね。で、ただやり方自体は変わらないんですよ。ここにあるように、また例によって適当に関数の外形を作って、で層をいくつか積んで、で入力と出力を決めてあげると。で、まあ、さっきやったようにフィットみたいなやつを使って関数を合わせるってだけですね。なんでやり方は何も変わらないです。ただしデータによってそのどういうその関数がどういう意味を持っているかっていうのが全然変わってくるということで、まあ、データ設計ってどれだけ重要かって話ですね。まあ、契約書の方法って、まあ、どんな入力があってどんな出力があっても、まあ、ほとんど変わらないわけですね。ただ、まあ、データの設計、つまり何が入力で何が出力かっていうのを、まあ、設計する、まあ、その設計の内容が持つものって意味が全然違ってくるということで、まあ、求めている出力がどのような意味を持つかに合わせてデータを設計するべきであると。で、ここの部分が、まあ、ページパワーが勝負できそうなところですね。要するにさっき言ったように我々 80% のトラフィックを制御しているわけで、その 80% のデータの中からこう意味のあるデータ群を取り出してあげて、でそれを、まあ、契約書にかけるということができるのが、まあ、我々の強みじゃないかなと。まあ、別に機械学習の、コアをPythonがやろうが何やろうとは構わないんで、まあ、我々はそれを、ね、動かすための、肝心なデータを、作ってあげればいいというのが私の主張でございます。あと、まあ、ちょっとおまけとして機械学習いろいろ不思議なことあります。上の方を見るこれ、まあ、ちょっと見にくいんですけど、全然学習がうまくいってない時もあれば、急に学習がうまくいく時もあります。でさっき の, チャートの問題って、いきなり誤差が10分の1になったり20分の1になったりしてて、ちょっとこれは間違えてんじゃないかなと、まあ、多分オーバーフィッティングはしてるんですけど間違えてんじゃないかと思いたくなるレベルだったんですけど、まあ、問題はなかったですね。であと、まあ、これさっきドーナツ型の問題なんですけど、100回やったのに、的中率 70% 止まりっていう、まあ、ちょっとひどい結果になったとか、あとはなんかいきなりロスが250で止まって、もうなんかよくわからない状況になっていると。で様子がおかしいと思って、層を見てみると、3層目でいきなりゼロになっていると。これもう何の信号も出さなくなっちゃってるんで、この瞬間学習は全く進まなくなります。つまり死んでます。でこういうこともパラメータのいじり方によって発生しております。特になんかある程度学習が進んでるのに突然この状態になるときがあって、まあ、ちょっとこれやるとすごい気分が落ちますね。もう本当にまとめです。まあ、何よりも言いたいのは、まあ、機械学習というのはデータから何らかの法則を導き出す手法です。で、まあ、その手法本当に大丈夫なのかなというのを確かめるためにこれ自分で実装してみました。で、まあ、何よりも、まあ、機械学習にはもう元となるデータの設計が大切だって、まあ、機械学習の手法自体は、まあ、そういうのがあるんだな、じゃあ使ってやろうかなって程度でいいと思います。たださっきも言ったようにうまくいかないこともよくあるので、まあ、うまくいかなくても嘆かないでくださいと。それで皆さんどんどん、機械学習、始めちゃっていただければいいんじゃないかなと思います。ご清聴ありがとうございます。